大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。皆さんこんにちは。こんにちは、はい、先生今日もよろしくお願いします、はい、お願いします。あっという間に1週間でもう本当に、ね、早いんですけれども、早いですね。はい、なんか季節もちょっと変わって、ね、移ろいできましたね。だんだんちょっと蒸し暑いね、蒸し暑いななんて思う日もね、はい、出てきて、そうですね、もう夏も間近という感じでしょうか、はい、皆さんもね、はい、元気にお過ごしですか。はい、はい、先生よくこういうことを疑問に思われる方がいらっしゃるみたいなんですが、あの名古屋セミナーの時も、はい、信長さんが降りられましたよね。信長さんとかね、はい、いろいろ他の方もね、はい、その方はまあ、今人間として生きてらっしゃる方の体を借りるような感じで、はい、降りられるということだったんですけれども、その方、その体を使われる方っていうのは、はい、どういう感じになるんですか。その体はどうなんだろうとか、あれはまあ、そうですよね、はい、そういうふうにやられたことない方はどんな感覚なんだろうって不思議に、ね、はい、思われるかもしれないんですけども、はい、よくねお問い合わせいただくみたいなんですが、はい、ご本人はもうもうその、まあ、その人の使いやすい体を使われ、はい、本当に実際戦国武将であられた織田信長さんは今霊界におられるんですけど、はい、その方が霊界からこう降りてきて、はい、まあ、4次元からで3次元の方の肉体に信長さんの魂が重なり合って入られるということで、はい、そうなりますと、はい、まあ、使っていただいている肉体の方は、はい、自分の思いや意識はあるんですね。意識がなくなるわけではないですね。なくなるわけではないですし、はい、記憶もあります、はい、でそこで自分の意思とは関係ないことを話してしまっておられるっていう、はい、そういう感覚ですよね。じゃあ私こんなこと話してるっていう感じになるんですか、うん、なんか自分はここら辺にいてそれを聞いてる感じですね、はい、でなるほど、そうなんだって、その自分が話してるんですけど、はい、そうなんだって、私はよく神様にこう、ね、はい、チャネリングの時なんかも、はい、で神様が口を使ってこう喋っておられるんですけど、はい、私の考えや意識っていうのものあって、はい、それがこうそうなのねとか自分で喋ってるのにそこで新しい発見があったり、はい、そんな感覚ですかね、はい、で時は猿猿って言われてた豊臣秀吉さんも、はい、ね、体使われてたんですけど、はい、すっごく椅子じゃなくて、はい、この床の上にすごいこんなひざまずいて、はい、こんなねすごい格好で1時間近くずっとおられて、はいはい、普通だったら苦しいと思うんですよ、はい、でもそれは豊臣秀吉さんがそうしたいので、やはり、はい、すごく豊臣秀吉さんは織田信長さんっていうのはもうははっていう感じで、はい、同じように対等に椅子に座ること自体がもう失礼な気がするっていう、はい、そうなんですね、そういう思いでああいうふうにいつもこう下に座られてしまうんですね、はいはい、でもその実際肉体を使われてる彼女はもうその姿勢がすごく辛かったみたいで、はいはい、あ、そうですね、でももうそれは自分の意思では変えられない、はい、もう秀吉さんが使ってるので秀吉さんがそうしたきゃそのままっていう感じで、あ、もうじゃあその間はもう使っていただくしかないという感じになるんですね。そうなんですね、自分ではもうどうしようもないということで、はい、ですから逆にああいう、まあ、霊界だったり悟ってる方が入られるとあんな感じなんですけれども、はい、よくですね悪い霊がこうついちゃったり憑依した時っていうのも、はい、自分でコントロールできないんですよね、はい、だからその御霊さんの思いでわーとか言ったりギャーとか行ったり暴れたりするので、それで、まあ、ちょっと病院に運ばれちゃったりとか、はい、でも自分の意思はあるんですけど、はい、そうなってしまうという方もお見えなので、こういう肉体を使われるっていうのは、はい、もちろんこれは神様の許可を得て使っていることなんでなんてことはないんですけど、はい、そうなんですね、はい、よく霊障っていうんですけど、霊障によって病気になっておられる方っていうのも、はい、自分をコントロールできないので、はい、その霊障を取ってあげればまた肉体が元に戻るっていう、はい、そういうこともあるんですけれども ね、 そうなんですね、でも本当にすごく信長様とかね、はい、秀吉さんの言葉がすごく心に残りましたっていう方が多くて、でちょっとコメントね書いてくださってるんですけど、はいはい、織田信長さんのお言葉、金物名誉はあの世へは持っていけない、正しく生きないと後が苦しい、豊臣秀吉さんは周りにたくさんの人がいてもいつも寂しかったと、地位や名誉を得ても
すべては心次第なんですね、なんてコメントをね、書いてくださってた方もいなんですけど、はい、本当にね、切実にそれを体験してきた人だから、みんなに訴えていて、皆さんも、すごく心に響いたんではないかなと思います。はい、そうですね。それで。そういうことをこう、うん、勉強してほしくて、やっぱ神様が降ろされたっていうことはあるんですかね。あ、もちろんそうです。そうですね。はい。会場にね、来られた方にね、はい、そういうふうに、教えてくださったので、はい、本当にすごく生きた学びですよね。はい。こういうのね、学校でも取り上げていただいたらいいと思いますけどね。織田信長の授業とかですね。そうですね。はい。実際に、先生に降りてこられて、先生が、とかって、おっしゃったら、なんかすごく、みんな学校行くのは楽しみか、また怖がるか。はい、そう、怖いって言えば、まあ、はい、怖くはないんですけど、栗本プロデューサーが、ずっとこう、カメラをね撮ってくださってたんですけど、自動フォーカスで撮られておられるんですよね、はい、でその人の顔のとこ行くとビーッとこう勝手にビーッと焦点が定まるというか、はい、それが以前の岐阜のスペシャルセミナーの時にも一度三英傑に出ていただいて、はい、あの時は信長家康秀吉とか3人出ておられたんですけど、はい、その時もこう合わせようとするんだけどビーピービーピーってこうフォーカス全然合わない、はい、もうなんか狂っちゃったみたいになって、でステージ上がぼやーんと映ってしまう、ぼやけてしまう。で今回も名古屋も全く同じ現象で、はい、信長様が降りてこられて撮ろうとしたらもうビーピービーピーになったので手動に切り替えられて、はい、でステージの上に上がって、で自分で撮られたっていう、やっぱりこう、はい、ぼやけてしまうそうなんですね。こう人間として認識してないということですか？まあ、肉体はそこにあるんですけど、やっぱり、はい、そこに五霊さんが重なり合っているので、はい、その五霊さんの分のこのまたオーラとかそういうもので、はい、この肉体のシンプルなものを映すのとはまた、はい、こう機械もすごく賢いですね、はい、もうそのものを撮るだけじゃなく、はい、どっちの魂にピントを合わせるかなみたいな、すごいですね。どっちのね、はい、まあ幽体霊体ってあるので、はい、どっちに合わせるかなっていうことで迷っちゃってるんですね、はい、機械が、はい、ので私たちの目には見えてないところで見えてないんですけれどもね、はい、ですからやっぱりこれこのこと一つを撮っても、はい、これはすごいなって思います。本当ですね、もう機械が証明してくれる、はい、機械がもうピントが合わなくなってしまう、はい、だからそこに実際に3次元と4次元が重なっている、はい、それで機械が迷ってる困っちゃってるっていうことをね、はい、体験していただいて、不思議な現象ですね、すごいことなのでね、はい、はい、またどこかでも、ああそうですね、またスペシャルとかでもね、はい、またいろんな歴史上の人物にもお会いしたいなって思います、はいはいはい、それでは先生、今日もいつものコーナーをよろしくお願いいたします、はい、ではいつものコーナーいきます。大森和代の愛のお裾分け。はい、今日は質問を読ませていただきます。私は今年度子供が通う小学校の PTA 役員を務めることが決まってしまいました。そして先々週いよいよ所属する専門部を決める総会があったのですが、どうしても避けたい専門部があり、やることが多いため皆が嫌がる部です。ましてや部長になど絶対になりたくなかったので、朝のお祈りの時にそのことも神様にお願いしていたのですが、なんとその絶対に嫌だと思っていた〇〇部に所属することになってしまい、じゃんけんで負けて、さらに絶対に嫌と思っていた部長に選ばれてしまったのです。これは阿弥陀くじです。一体なぜマイナスなことをお願いしすぎて逆に引き寄せてしまったのでしょうか、それともあえてそうすることで私が成長できるからとの理由からですか。さすがに当日はショックで一睡もできませんでした。かわいそう。今は部としてすでに動き始めていますので、やるしかないと無理やり腹くくりをしましたが、今はとにかく無事に役目を務められるようにと心から願っています。そして頑張れば必ず良いことがあるはずと信じています。神様はどんな思いで私にこの試練をお与えになったのか、神様の思いを聞いてみたいですというご質問です。本当にご愁傷様です。あ、違いますね、大変ですね。もう
こんなどうしてもやりたくないものが当たってしまう、しかも神様にちゃんと祈ったのにってね、これもね、でもまあ時々あることなんですね。もうやはり生まれる前にその人はあなたの一生を聞かされて生まれてくるっていうお話よく知ってるんですけれども、そこでどうしてもやはりここは通らなくてはいけない道、その人の魂成長のためにこれはしていかなきゃいけないと、そういうことはいくら祈って、まあ何でも祈っていいですよってよくお話しさせていただくんですけども、祈ったことは神様は聞いてはくださるんですね。聞いてはくださるけれども、それが叶うかどうかというのはまた別のものであって、別にこの方の心が悪いからあえて反対のことになったってことではないです。この方にはそのことが必要だから、それをやらなくてはいけない、通る道だから、決められたことだから祈られたんですけれども、今回はやはりこれを受けなくてはいけなかった。でもできないことはそういうことに組み込まれていませんので、まあこの方だったらきっとこれを立派に成し遂げていけるだろう、そしてそのことが終わった時には、頑張った時にはこの方の魂だけではなく、もちろんこのお子さんであったりご家族であったり皆さんの魂も成長できているという、そういう素晴らしいことが本当に待っていますので、ぜひ1年間大変ですけれども、誰でもできることではありませんので、頑張っていただきたいなと思います。自分のためだけではなく、お子さんのためにもすごくこれはプラスになることですので、お母さんが頑張られた分、またお子さんもいろんなことで今後仕組まれていきますので、一緒に頑張りましょうね。はい、はい、先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。祈ることが大事っていうのは前からお聞きしてたんですが、うん、まあ、その結果はちゃんとその方に一番いいように神様にもお任せするしかないですね。じゃあそうですね、結果は、はい、ただ以前ね、どこの講演会でしたかね、祈る時に、はい、例えば地震が来ませんようにって祈ると、はい、前の東日本大震災の地震が来て道路が崩壊してるとか、はい、その場面が頭に浮かんでくると、はい、で竜巻来ませんようにと思えばさ、はい、竜巻の光景が浮かんじゃうと、はい、それは悪いことを想像することになるから、なるほど、それを思わずに私は祈ってますっていう方がお見えだったんですね、はい、でそういうふうにやっぱり祈る時にも実際、はい、これはすごくいいことだなと思ったんですね。祈る時に、はいはい、子供が危険な目に遭いませんようにって祈りながら、子供がなんか川に落ちてるとこをイメージしてしまったりとかですね、はい、そうするとちょっと逆効果になっていく場合もありますので、はい、まあ、この方もそんな当たりませんようにって祈りながら当たってるとこをイメージしちゃったことはないかもしれないんですけれども、はい、まずそれでも通らなきゃいけない道っていうのはどう祈っても避けられないってことも、はい、この方の場合のようにね、はい、そういう場合もありますし、はい、逆にこうならないようにって思いながら悪いことをイメージしてると引き寄せるってことも、はい、あることは時々あるんですね。そういう場合もあるんですね。時々あるので、やはりイメージもいいイメージをしながら、それがこう、はい、ならなかった時をイメージしながら、はい、祈るっていうのも大切なことなので、祈りながらですね、はい、祈りながら、はい、そうならなかった嫌なことをこうなりませんように、じゃあ、はい、ならなかった場面を想像する、はい、地震が来ませんようにって祈る時には、世の中が本当に平和で穏やかでって、そういう光景を想像しながら祈ると、はい、そういうことをね、ぜひ取り入れていっていただけたらなって思います。はい。はい、で、よく朝晩、どっち向いてでもいいので祈ってくださいって言うんですけど、はい、やっぱりまだね、祈ってらっしゃらない方も結構お見えで、はい、で、祈ってないと、どんどんまたこの高次元との波長がずれてくるんですね。はい、で、まあ、お顔を見ると大体わかるんですけれども、はいはい、今、祈ってないなっていうのが、で、はい、祈ってないですよね、最近って言うと、とかって言われる方が多いんですけれども、そうなんですね、やっぱり祈るってことですごくこう、はい、高次元とのつながりが濃くなって、自分自身も、はい、まあ、中心がこう定まりどっしりとしてくる、はい、不安がなくなる、そういう風になってきますので、はい、やっぱり朝晩どっち向いてでもいいので、はい、祈るってことは続けていただきたいなと思います。はい、はい、皆さんまたもうお時間になりました。早いですね、はい、あっという間です。はい、また来週お会いしましょう。元気でね。See you next week. Bye!